ラーに行きたいと思いますお化け屋敷に行きたいと思います。怖いね。でこれ4人いるので2人で行きたいの。あーごめん入れるの？入れるの？いやもう先に誰かが入ってるの。そう入ってるんです。聞こえるかな悲鳴が4人でじゃんけんして負けた2人が行く。そうこれ見て。え、なんで？最初はグー、じゃんけんぽい。よっ！見事分かりました。やった。今日パパとママで入るの？じゃあ、つまんないと思うけどね。ほんと、道具的につまんなくない？大丈夫？大丈夫、私も泣いてる。手に入ってないのに泣いてる。一応ね、このこれ読んで待ってるから読んで待っててくれるよね。読みたくない。読んで待ってるからみんな行ってきて。でも勝った、本当に嬉しい。じゃあバイバイ。つまんないと負けた。めっちゃ嬉しい。バイバイ。バイバイ。頑張ってね。ミストの説明をいたします。皆様にはこの家の呪いを解いていただくため、ヨコという女性が枕の下に隠した写真を探してもらいます。途中このような布団が敷いてありますので、枕の下から皆様でこの写真を1枚だけ撮ってきてください。皆様で1枚です。大丈夫ですか？ありがとうございます。ではこちらで靴脱いでいただきまして、靴は靴箱にお願いいたします。バイバイ。こんにちは。何名様ですか？お二人ありがとうございます。そうしましたらこちらの障子の穴の中を覗いてみてください。もうそっか。女性の方奥、男性の方は手前の椅子にお座りください。はい。いや怖いね。怖いよちょっと。こちらは陽子ゆかりの写真会になります。これから皆様には陽子と同じ体験をしていただきます。お写真をお撮りしますので、カメラの方を見てください。お撮りいたします。3、2、1。はい、ありがとうございます。そうしましたら次のお部屋をお通しいたします。どうぞ奥の扉の前でお待ちください。喋んないよ、なんか無言じゃん、さっきから。ほんとさすがに怖いよ。どうぞお部屋中ほどまでお入りください。はい、この先カーテンが自動で開きましたら先へお進みください。はい、それでは扉閉まります。もう真っ暗で怖いよ。これからお願いすることはあなたにしかできないことです。インターホン、この家の奥で眠る陽子の枕の下から写真を一枚撮ってきてください。写真は枕の下から覗いています。でも気をつけてください。針の穴の開いた写真には怨念が宿っています。さあインターホンを押して、ただいまと言ってください。ただいま。行くよ。いいよ。ただいま。おかえりなさい。喋った。今手が離せないの。離せないのって入ってきてね。あ、じゃあ勝手に入れってことですね。行きますか。ちょっとどうなってんの。なんか怖いよ。あ、でもなんか庭っぽい。そんなの喋ってる。届かないの。障子をこうなんかガバイル。え、なんかキャーって聞こえて。え、大丈夫ちょっと。なんかちょっとキャーって言ってる。やばくない？え、どう電話がある。電話鳴るんじゃない？鳴りません。鳴りません。え、進んでいいのかな？あ、起きないでみます。ちょっと待って。あ、障子があったから覗くんじゃない？さっき覗いてって言ってた。おかえりなさい。今、針仕事をしているから手が離せないの。ごめんなさい。ごめんなさい。消えた。消えた。え、どうすればいいの？こっちかな。え、どうすればいいの？もう行きたくないんだけど。もうない。
針を刺せ、針を刺せ、私の顔に針を刺せ。笑ってる、針を刺せ。大丈夫だって、36、怖い、このなんかカウントが38、なんか怖いや、足跡があるよ。やばいやばいやばい、ちょっともう帰りたいんだけど。帰りたいんけどね。おおおお、どういうこと。針を刺せ、47、針を刺せ。あ、すごいよ、痩せてた頃の、痩せてた頃、昔の写真、ママ、昔の写真じゃん、うん、あちょっと何ちょっと やばい、ちょっと汗出てきちゃった。そうだよ、ちょっとなんかすごい、本当の布団なんだけど。うわ、いるよ。うわ、目がない。うわ、ここにも。どうなってんの。あ、布団あったよ。あった、あったあったあった。なんか寝てる。ちょっとママ取る。やだよ。これ取るの。うん、なんかビューンってくんじゃないの。大丈夫大丈夫。やだ、ほんと大丈夫だよ。これ全部取るの。1枚1枚、さっき1枚って言ってた。ほら来た、ほら来たよ。絶対1枚でいいのね。1枚でほら絶対来ると思った。ちょっと早く出ようよ。あ、なんか動いてるよ。もう早くして。あ、倒れてる。怖い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 、本物じゃん。うわぁ、本物おー、すごい、なんかすごいことになってる。おぉ、ずっとやばい、怖い。おぉ、あれ真っ暗だ。あっ、おぉ、なんてちょっと